今月は30万円が解けました。あれよあれよと目減りする私の資産。ヒュンとなってブニャとなるわけです。体感では今年一番の下げ相場でしょうか。テケテン、まあ若干の0点子はありましたが、私なんかも手締まいは完了しており、この局面はすでに投げられた銘柄を費用フェーズに入ってます。今さら手締まいしようかしまいか悩むのは遅いです。もう買い目線で相場を見ていた方が良いような気がします。テンテケテン。さて、今まではメンバーシップのコミュニティで限定的に私が買った銘柄を紹介してましたが、最近は動画の公開日時でメンバーシップと一般の差別化を設けておりますので、この動画で買った銘柄を紹介しようかと思います。テケテン6752パナイチキ。6951日本電子。5423東京製鉄。8593三菱 HC キャピタル。5108ブリヂストン。9007小田急電鉄。4202ダイセル。5406神戸製鋼所。4661オリエンタルランド。6471日本製鋼。テンテケテン。以上の銘柄を買い増ししました。いぶし銀の効いた渋い銘柄もあり、ちびっぽには良さがわからない銘柄選定でしょうか。私なんかは SP500 オルカンとかを売っています。日本株を買っているわけです。どういうことかお分かりでしょうか。そうです、円高トレンドに入ったと、そういう風に想定したトレードに移ったわけです。世間では円安はこれから、ドル円は200を通過すると市場の空論も宮司さんとクソババアが言ってます。そうなると相場なんかは円高に行くわけです。ゴミおじさんとクソババアの思い通りには相場は動きません。かといって円高に全振りする必要などありません。賢明な投資家は全振りしません。円高になっても円安になっても株高になっても株安になっても負けないようにトレードするだけです。バカはそんなこと不可能だと思うわけですが、安い時に買って高くなったら売るだけのことです。逆にどうやったらこんな簡単なゲームで負けられるのか、こっちが聞きたいレベルです。いや、そんな負けのロジックは聞きたくもないですね。学びがないだけのことです。てんてけてん。人間なんかはチンコや子宮で動く脊椎反射の物体なので、しばしばひよいっくに自分を捉えがちです。相場なんかも劇的にびかしてハホハホゲームを超高度な心理戦だと信じ込みます。つまり無駄な勝負をしてちゅうことに美学を感じるわけです。そういうのは無様と私は捉えています。株式投資なんかはマリオのステージ1マイナス1並みに平凡な仕組みです。安い時に買って高くなったら売るだけのことです。誰もそんなことは目に入りません。もっと高尚なことをしているとアホな自分によって劇的な勝利を押されたくなるわけです。昨今の相場も後々振り返るとただの調整なんでしょう。こんなサイクルでいちいち内のお味噌を使う必要はありません。何かが落ちてたら拾うだけ、地味な作業です。投資系 YouTuber もそんな量が稼げないことは言いません。誰も見向きもしないところに定石があります。私なんかは最小限の労力で対価を得たいニート気質です。無駄なことはしたくないのです。幸い投資家リバチチャンネルは楽しくやらせていただいてます。皆様との出会いは私を成長させます。私は自由であり幸せ者です。てんてけてん。さて、投資家にとって一番辛いのが玉切れです。今の相場はとてもじゃないが絶好の会話ではありません。余力は大いに越したことはありません。は、近いうち数年後に AI バブルは来るとも思います。人類は宇宙や核融合、無限エネルギー、量子コンピュータ、ゲノム編集、ベビーなどなど盛りだくさんのイベントが控えています。昭和ファミコン世代の私には脳みそが爆発するような文明開化、とてもじゃないが今こんな状態が会話だなんて思えません。もっとピンチ
勝った時がチャンスです。荒れた相場に見えますが、こんなものはなりです。で、相場は上に向かうでしょう。投資なんかは政治的な有利だったりもするので水物です。今のバイデンが数年後にはロストテクノロジーとなります。普遍的なものは安い時に買って高くなったら売るという基軸です。ピンチになるほどチャンスだと賢明な投資家は十分に理解しています。つまり相場が下がるほどに安心します。逆です。全部逆、ゴミメディアが言っていること。全部逆、洗脳されたパブリックイメージ。全部逆、自分の感情、確信、衝動。全部逆、全くもって穴ほじ案件の相場でございます。バブルが来ても大暴落が来てもどっちでもいいわけです。嫌なのは国が戦争になったりすることでしょうか。私は貧弱なのでそういうのは辛いのです。上級国民の仮想に対する洗脳はある意味私を救っているわけです。労働は素晴らしい、働かざる者食うべからずと働かない者が説いているわけです。底辺が働いているおかげで投資家が食べていけます。いろいろある世間ですが、良い悪い物差しでは測りかねます。私なんかは目を閉じて現実逃避するだけです。てんてけてん、最後までご視聴いただきありがとうございました。保守的なポートフォリオの資産推移を報告してます。チャンネル登録して見守ってあげてください。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。